私もね、いろいろこう弾いたり、歌ったり喋ったりしてね、ピーターさんとなんか同じようなことやってるんですけれどもね、こうやってね、皆さんの前で、演奏してるのもね、実は相方がいたからです。その相方はね、私が埼玉に避難したのとは別に秋田の方に避難しました。娘さんがね、秋田の学校に行ってて、その、寮が避難者を受け入れということで秋田に避難してき、ました。そしてその年の震災の夏にですね、ちょっと相方をね訪問してきました。相方ってね、漫才の相方じゃないですよね。皆さんにね、じゃあ相方ってと漫才ですかねってよく言われるんですけど、弾き語りの相方ですね。はい、まあ、分かってるよって顔してますけどね、どうも失礼しました。で、その相方をね、訪ねて秋田まで行ってきました。そしたらその相方っていうのはね、生まれて物語ね、ずっと専業農家でやってきたもんでね、秋田に行ってね、なんかねサラリーマンやってましたね。介護施設で働いてたんですけども、会社ってね、どうもねいじめになってるみたいでね、これが遊びに行ったらね、愚痴ばっかり言ってたんですよね。でもやっぱりね、なかなか慣れない土地で、慣れない仕事をして、生活している。そういった中でね、だいぶ迷いを感じたんですけれども、その相方がね、相方と会って、私がこっちに帰ってきて、しばらくギター弾けなかったんですけれども、その思いを、震災1年目の秋ぐらいですかね、一つの歌になりました。やっとギターが弾けるようになって、そして、相方への思い、遠く離れた秋田の地にいる、相方を持って作った曲です。旅立ちの歌。
ました。